iPhone、まず読む回数は役によって違ったりしますね。お、う、ー、んうん。すごく自分の素に近いような役だったら、考えすぎずに思ったことをすぐに出した方が良かったりすることも多かったりするんで、逆に自分の中であまり、その人生経験の中でないような場面の多い子だったりすると、こういう時ってどういうものを考えてんだろうなってなんかこう考えたり、実際に自分で体動かしてやってたりします、ね。体動かすの？もちろんです。家で立って台本読んでたり。え、そうなん。じゃあもうサムライフラメンコとかやるときには、もう半裸だったりとか、全裸だったりとか。半裸はないっすよ、カッキーさん。しないんですか？そこ俺風邪ひきますよ、俺。どんな寒い家に住んでるんだよ。いや、やばいっすよ。季節柄？季節柄ね。季節柄もありますけど、うん、俺最近家で手かじかんでました。そうです。やばい、寒い。暖房買ってやるよ。いやいや、あります。あるただかけちゃいけねえなんて思ってて、うん、ただ最近はもうかけなきゃ死ぬって。そう、まあ、乾燥もするからな。乾燥しますからね。ちなみに僕らはね、プリティリズムっていう作品で、はい、ずっとね、レギュラーをね、そうですね、アニメの今年ずっとやってましたけれども、うん、プリリズムのカズキっていう役だったりとかは、あれどうですか？自分カズキはすごくストレートにものを言うじゃないですか。うん、なんで、ストレートにバーって言ったり、フリーダム、バーニングって言ってるところとは基本的に、気持ち頑張れとか思いが込められるんですけど、うんうん、例えば結構ふって現れて、工事だとかに、うんあれどうなんだよとか、これ大丈夫かっていうふうに結構質問というかこう、なん伝道師みたいにスッと現れてはなんか、みんなの心配事とか聞いたりするときは、こう、できるだけ会話という中で、近くにいられるように。日常的な会話の中にも、できるようには意識してやってます。そうなんだ。台本はじゃあ、カズキの場合ってのは割とナチュラルの方、少ない方ですね、カズキは。そうなんだ。それでも読んでる回数多いと思うけどね。なんか結構入ってくるんですよ、ぐわーってカズキは。ああ、そう。思ってることとかが。シーンとか全部覚えてるの。うん。A パートにこれあって、B パートには。もう結構ね。ありました、そんなこと。俺ね、やってると、割とね、先週のが混ざっちゃったりだったりとか。いや、あります。全然ちょっと A パートに何があったっけって一瞬わかんなくなっちゃう時があるんだけど、やっぱ割とそこら辺、聞くとすぐに、今週はですねっていう風に返してくれたりとかする。読んでる感じ違えなってやっぱ思っちゃうね。インパクトがあるとこばっか覚えてるだけですよ。それは違う。前のさんの。それ前ののシーン。ねえ。台本通り読んでみたよ。すげえって。逆にどこで読む？カッキーはどこで読む？カッキーさん。俺？まあ他の作品も含め。俺ね、プリリースをね、1回。1回。うん。一回で十分。うん。あれはやっぱたくさんの登場人物が出てきて、ポン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 掛け合いをするからこそ、はい、現場に行って芝居聞かないと、やっぱ、文字だけで読んでても、あんま意味がないんだよね。だから現場に行ってみんなの芝居聞いて初めて、おー、なるほど、こういう風に話が繋がっていくんだな。じゃあ僕もこういう風に、話を持っていこう、芝居で持っていこうっていう風に、やっぱその瞬間で芝居は決まるから、あんまり僕は読み込みっていうのはしない。確かに読み込みすぎちゃうと、作り込みすぎちゃうと、周りのテンションが違った時に、まあすぐに順応に反応できないとか言われたりするので、でも結構考えちゃうんですけどね、僕。考え。こうしようかな、こうしようかな。いやでもそれ、そうじゃないとダメだよと。いやいやいや。それ風には、もう、組み立てができない。だって、芝居はだって生の呼吸だったり、会話だったりするじゃないですか。まあやっぱり相手の言葉がありきの芝居なんで、それって聞かなきゃ絶対わかんないじゃないですか。